ガールズマンデーナイト月八みなさんこんばんはーこんばんはタイトゥイェーイはいえーということでえー2021年が始まってはやもう2週間以上経ちましたね今日18日なので自分的には あのもう年末から年始にかけてめちゃめちゃ忙しかったのであんまりなんかまだ2週間ぽっちりなんだみたいなぽっちりなんだって思うんですけど体感的には 2, 2ヶ月ぐらい過ぎてるような、あのー、体感なんですけどもでもねえっ、ー、と私 実際にこのスタジオに来たのが本当に久しぶりなのであの舞台の本番だったりとかで収録とかあと再放送とかをさせていただいた関係で、えー、めちゃめちゃ久しぶりにスタジオに入ってなんかやっぱりちょっとテンション上がりますねイエーイってなってます <laughs> すごいあの舞台のね時とかあと連戦の時とかだとやっぱり声がねカスカスなんですけどもあのちょっとねあの潤ってないいつもよりはちょっと は潤ってない <laughs> そうでもなないカカスカスしてるかな <laughs> でもあ2021年も、あのー、ちょっと声の特徴にある本又絵名 MC 務めさせて頑張っていきたいと思いますので、えー、今年も月八もろもろ本又絵よろしくお願いします。ということで。 2021年もなんですけどまずは月きあちといえばこの本マタ屋のオープニング動画を見ていただくというのがスタートになっておりますので今回もオープニング動画を V 振りしたいと思いますそれでは本マタ屋のオープニング動画どうぞー ありがとうございます毎回このね動画見ると私自身もめちゃめちゃテンションが上がるんですけどもやっぱいいですねエネルギーが自分の動画見て <laughs> 言うのも変な話だけどなんかエネルギーがなんかヒヒヒと伝わってくるしまあこの当時はねあのまだ皆さんも声とかお客さんとかも声援とかバンバン出してよかったりした時期なのでなんかそのね なんていうんだろう？う記憶がね。蘇ってくるね。自分のあの名前をめちゃめちゃ呼んでもらったりとか、あのお客さんが行けーって声を出している。その情景がすごくリアルに蘇ってくるので、なんかすごくここら辺がもわーっと熱くなるっていう感覚にあの陥る動画でございます。<laughs> はい、えー、まだね。あのこの。 あの月八を初めて見るっていう方も中にはいると思うんですけども私はあのアクトレスガールズという団体であのプロレスのプロレスラーとしてお仕事をさせていただきつつ芸能のお仕事まあ、ずっとあの俳優業をずっとやらせていただいてたのであのその延長戦なんですけども芸能のお仕事もさせていただいてるというあのな二足 のわらじと言うんですかね2足か3足か結構いろいろやってるので <laughs> 分かんないですけどあの多方面でちょっといろいろさせていただいているっていうのもあってああのまあ、もちろんおしゃべりも好きなのでこの,あの MC のお仕事もさせていただいているともあるんですけどもスタジオはねああのまあ、テンションがやっぱ高いんですけどこのスタジオはめちゃめちゃしゃべり倒しているほんまの姿が見えてまあ つい最近までは舞台をね本番11日までやってましたのであの女優としての本間は板の上で見ることができるで、えー、先ほどねあのオープニング動画で流させていただいたアクトレスガールズとしてあのプロレスの本間タイヤを見る ためにはリングで見れるということがありまして、じゃ、そんなあのー、リングで戦うリングで暴れ倒している。<laughs> ほんまにはいつ会えるんじゃろうなと会えるんじゃろうなということなんですけども、えっと。まず最初にね。アクトレスガールズのスケジュールをちょっとここで見せていただきたいと思います。お願いできますか？あ、ありがとうございます。 これね、私がねスタッフさんにあの1枚つなげてガラーって長いのを送ったんですよそしたらねこんなに見やすく編集してくれたのありがとうございますいや <laughs> もう本当にここのスタッフさんには私はすごい甘えております <laughs> ありがとうございますはいということでね、えー、2021年のスケジュールがブワーッと出ておりますすごいですねこんなあのー 12月2021年の12月までのスケジュールがあらかじめバッて出るっていうことはあのー、結構。 すごいことだしお客さんもねスケジュールを組みやすいんじゃないかなと思いますであのもちろんねここに発表されてないものがあの随時あのまた発表されてて足されてくってことはあるんですけども主にこういう大きいマッチだとか地方のビッグマッチとかっていうものはあらかじめ最初からこういうふうにあの日程が今のところ 予定で組ままれてますよとということをちょっと皆さんにもねスケジュールに把握しておいていただいて、ほんまに会えるかもしれないってね、スケジュールにメモっていただければ嬉しいなと思っております。そして、えっと、一番近くですね、これが1月28日木曜日アクト新木場大会というものがあります。こちらですね、えっと、ただいまアクトレスガールズ AWG タックトーナメントというタック タックのチャンピオンのトーナメントをやっておりまして、えー、去年のね11月からラ、えー、楽園ホール大会からスタートしたんですけどもなんと私、あのー、スパイスアップという尾崎舞香選手というねフリーの選手元アクトレスガールズなんですけど尾崎舞香と一緒に組んでスパイスアップというチームでエントリーしてるんですけどなんとスパイスアップ決勝決まっておりますイイ <laughs> イエーイイエーー はいありがとうございますあーのー本当にい一つ一つすごいヘビーな試合だったんですけどもあのマイカと力を合わせてあの勝ち進んできてようやく決勝まで来ているということで,でこちら28日がですね、あのー、私たちは、えー、と決勝決まったんですけどあと残り1チームの決勝がまだ決まっていませんで準決勝がこの日、えー、1月28日にあるということで が決定しておりますこちらはですねアクトレスガールズのツイッターの公式がありましてそちらで発表されておりますそしてただいまアクトレスガールズのホームページがちょっとシステムエラーが起きてしまっていましてえっと 一昨日ぐらいからかなちょっとアクセスができないという状況になっておりますので詳しくはアクトレスガールズの Twitter もしくは Facebook をやってる方は Facebook などに公式が上がっておりますのでそちらで、えー、とスケジュールだったりとかチケット予約だったりとか、まあ、選手でも大丈夫なんですけどあとカードとかもそこにアップされていますので。 あのそこを見ていただけると、ホームページのアクセスは今ちょっとできないので、あのアクセスしないようによろしくお願いします、えー。それが28日ですね。こちらチケット予約随時しておりますね。あのーあ、ありがとうございます。はい、あのピュアも扱っております。えー、チケット予約メールも。 あの公式に上がっておりますしもし分からない場合は各選手のツイッターに飛んだりとかそういうのでもできると思いますしほんま自身のツイッターとか、まあ、インスタでも大丈夫なんですけどそちらの DM とかに送っていただければあのそちらからもチケット予約をあの取ることはできますのでぜひ皆さんよろしくお願いします。この日ね準決勝のカードは発表されてるんですけど他のカードがまだ発表されていない状態なので私は誰と戦うのかどんなカードになるのか ちょっとワクワクしながら待ってるんですけどもまあ自分自身ねあの決勝残ってるので、あのー、どんなカードになってもあのしっかりと結果を残して、あのー、決勝に向けてね、あのー スピ,スピードっていうんですか、エネルギーっていうんですかね、あのどん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 波に乗っていきたいなっていう気分であの挑ませていただきたいなと思っております。そして、えー、1月31日がこれ大阪ですね、大阪大会となっております。イナロックボックス、こちらもね、チケット予約開始しております。えー、結構ね、地方大阪、去年も 行かせてていいただいてる大体大阪結構アクトレスガールズ行かせていただくことが多いんですけどもはいあのー、他のね後半にも大阪大会たくさん出てますがちょっとね今あの緊急事態宣言というものが出ておりましてどうなるのかなっていうところがちょっと不安なところは残ってるんですけども。あのー 行政の動きを見つつあの団体としてそして本間自身としてはあのやっぱりあのその現地の皆さんに生で見ていただきたいなって気持ちがありますのであの中止という形とか延期ってならない発表がない限りはあのそちらの現地で暴れ倒したいと思っておりますので皆さんあのね 東京まで行けないなっていう方もしかしたら大阪大会で会えるかもしれないですねお待ちしております2月はなんとあのー、アクトリングという舞台から始まって後半もバーッと流れておりますで本日ですねえっと19時より今から1時間前かに、えっと、2月23日の火曜日祝日ですねビギニング横浜大会のチケット予約が開始になりましたこちらね チケットメール取り置きが1月18日月曜日19時からとなってますね。これが、えー、と今開始となっております。なので1時間前ぐらいから、あのー、予約している方がたくさんいるんじゃないかなと思っております。アクトレスガールズというのはですね、えーと、ビギニングとカラーズという団体2つに分かれています。で、私はビギニングに所属しております。なのでビギニング大会。 あの見に来ていいただけるとすすごく嬉しいですビギニングの選手はもちろんいますし他団体の選手も参戦していくという面白い大会になっておりますなおかつビギニングでは初の横浜なんですよねこれ横浜ラジアントホールっていうのは他、まあ、団体さんだったりとか,なんか横浜祭りっていうものとか違う大会で何度もリングに上がらせていただいたことはあるんですけども。 アクトレスガールズのビギニング大会で上がるのは初めてなのでなんかまた違った雰囲気違った景色をお客さんと体感できるんじゃないかなと思って今からすごいワクワクしてます皆さん是非今日から今日の19時からもう受付始まってますので今ねあの多分携帯とかでね見てる人がいると思うのであのこの月8が。 生放送が終わってから <laughs> その携帯であの随時ね他のカードあ他の大会もありますのであの予約開始となっている大会あの予約していただけると嬉しいです。今日2月23日の、えー、と大会の予約が開始されたということはそれ以前の大会はもうあの受付開始になっているはずなので、えー、1月28日から2月23日までの この1、2、3、4、5、6、7、7大会に関しては、えー、チケット予約も開始しております。あとは、えっ、ー、と、ちょっと先なんですけども、ビッグマッチ、1番のビッグマッチですね。4月4日に後楽園ホール大会というものがあります。ありがとうございます。 はいこちらね後楽園ホールというのはやっぱり聖地ですのでこちらがねあの後、ー、楽園ホール大会ということなので早めにもチケット予約を開始しておりまして今も受付しておりますこちらもピア扱いありますので後楽園ホール大会となりますと全てがやっぱりいつなんだろうねいつもよりも気持ちは全然変わらないんですけどもスケール自体、まあ、会場のでかさもそうですしあのー、なんだろうね響く音響の。 とかもそうですし階段駆け上ったりとかああいうね裏の動線とかでもねやっぱりね気持ちがぐっと1つ2つ上がる大会となっておりますのでこちらのビッグマッチですね4月4月は私誕生月なのでよろしくお願いします <laughs> はいあのー、チケット予約開始しておりますのでぜひよろしくお願いします、えー、ホームページは今アクセスできないのであのー、各 選手所属の選手のツイッターなり、あと公式のアクタレスガールズのツイッター、フェイスブックなどに詳細載っております。私もあの公式私も公式というか私のツイッターホンマタイのツイッターインスタにもあの詳しく載っておりますのでぜひ皆さん。 よろししくお願いしますそして今ですねあの先ほどもちょっと言ったんですけどあの緊急事態宣言ということが起きていていろいろあの皆さんにご協力していただくことがたくさんたくさんありましてお願い事ばかりで本当に恐縮なんですけどでもあの団体としてもあと貸していただいている会場さんとしてもあとあの皆さんが安心して感ます。 感染ししてていただけるように最善を尽くしてまいりますのであの毎回ねその行政の動きによってルールが変わったりとかお願い事が変動する場合もあったりとか中にはね時間が変わったりとか休憩がなくなったりとかそういうものとかが随時出てきてしまうんですけどもでもやっぱり一番嬉しいのは。 生で皆さんに見ていただけることがやっぱり私たち一番嬉しいほんまはすごく嬉しいのでそういうあのいろんな変動がある中でも皆さんのご協力をいただきつつあの今ねこう発表されている大会 もしくはあとプラスされていく大会あとイベントだったりとか舞台だったりとかそういうものがあの延期とか中止とかにならずに皆さんの元に届けられたらいいなと切実に祈りながら毎日トレーニング励んでおりますので皆さんも本当にお願い事ばかりで恐縮なんですがぜひぜひ、あのー、ご協力いただけると嬉しいですはいあのー、こんな感じですねスケジュールありがとうございます喋った <laughs> 最初の頃はねすごく緊張していまして、あのーまあ、ゲットさんがいる時もけ緊張するしあの自分一人の時もすごく緊張してるんですけどやっぱ人間りちょっとね何て言うんだろう緊張じゃないけどアドレナリンみたいなのが出るので興奮状態にはなってるんですけどなんかもう。 もう余裕で飲み物まで飲めるようになっちゃって前なんてね50分間飲み物ここに置いてんのに手もつけられないっていうねぐらいいっぱいいっぱいだったんですけども <laughs> はいえー、ということでねあのスケジュール見ていただきましたあのもしねいけるよっていう方はぜひ 応援しに来てくれたら嬉しいですしまだねちょっと不安だわーとかちょっとこの日スケジュール合わないなーっていう方はアクトレスガールズネッツという動画配信のあの今の試合の、ね、ものとかが全部集まった動画の配信みたいなのがあります試合の、ね、内容とかがありますのでそちらに登録,登録していただければあの月額であのもう見放題今までの過去の試合も見放題という動画サイトがあります。 あとは DVD も随時販売されておりますのでぜひぜひまだね会場で見ないわっていう方とかはそういうコンテンツも、あのー、楽しんでいただければいいと思います私はものすごい見てますアクトレスガールズネッツ <laughs> めちゃめちゃ見てます本当に何回も見てますね本当に面白いし、あのー、まだねお客さんが声出したり紙テープが飛んでるのとかもあるのでなんかやっぱねすごいなって思うなんかあ 時代は流れてるななと思いながらでもそういうものがあるからもっと頑張ろうなっていう気持ちにもなれるのでぜひぜひ見たことないよっていう方は見ていただけたら嬉しいと思いますえっとアクトレスガールズの YouTube チャンネルもありますので YouTube チャンネルはですねあのあビギニングの長谷川よしこああすごいありがとうございますすごくないあのみんな今見てる見てるか画面にこれですねアクトレスガールズネッツの今 画像を出ししていいたただきままありがとうございますすごいやっぱ本当にすごいお仕事できるスタッフさんありがとうございます。はいあのこういうふうにねあの動画とか試合も見えますのであのあとね検索っていうところとかに例えば本マタイとか入れていただけると本マタイ関連のあの試合がバッて出てきたりとかマイクがバッて出てきたりしますのであのそれでねあの いろんななものを見ていいたただけたら嬉しいなと思います本当に懐かしい試合もたくさんあの残っていますし最新の試合もね残ってますので是非是非見ていただけたら嬉しいなと思っていますありがとうございますすごいそう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 やってやるの素晴らしいですあこなしてるわ <laughs> こなしてるわありがとうございます是非ね皆さん見てくださいあのー、わすごい今検索してくれてんの <laughs> あほら、ほら出てきたほら出てきたあ本場タイでやってくれたのかなほら出てくるんですよほらいろいろねいろんな試合しましたよほんとにねマスクされてるところとか後楽園ホールの初めてのね後楽園ホール大会だったりとか復帰直後とかいろいろありますあのー、私がまだああでも復帰直後ぐらいからだから サブミッション使い始めた時とかかなのとかが入ってるので、ぜひぜひ見ていただきたいです。あのー、自分のね、動画ももちろんだし、あのー、後輩のね、子たちのとかも見ても、毎回ね、その、なんて言うんだろうね、成長が見えるというか、あ長谷川よしこ出ましたね。これシングルマッチですね。楽しかった、これ。 覚えてますそうこのね今出てる長谷川よしこちゃんっていう子がこの子あのザ・ノンフィクションであの私プロレスラーになるっていうので特賞を組んでいただいてノンフィクション出てる子なんですけども。 このヨッピーっていうんですけどヨッピーが結構プロデュースもしてる子だったので YouTube チャンネルとか結構面白い企画とかをヨッピーがやってくださってるのでぜひねそちらも見ていただけたりとかすればいいなと思いますまあこういうのを見てねあこの DVD やっぱ欲しいなと思ったらあの会場であのご購入することもできますし今ちょっとねアクトレスガールズのホームページがちょっとあのシステムが よろしくないのであの通信あの通販とかもやってるんですけどもそれがねちょっとあの滞っているってところがありますのでちょっとそこは難しいんですけどそういうのであのチェックしていただければ嬉しいと思いますもうめっちゃ喋るやん <laughs> はいえー、ということでねありがとうございます皆さんよくチェックしていただけると嬉しいですもちろんホ本間タイのねあのツイッターもあと YouTube チャンネルもあるんで私も本当に密かにやってる全然更新してないんですけど 本当にくだらないことをただただやってるだけなんですけどそういうのもあるのでぜひ見ていただけたら嬉しいですあの今年の目標の一つでねあの本場タイのツイッターを1万人フォローっていうのがあって今ね8000何人だ8000今ね80008000何人8600人あ八8600人超えてた8600人今640何人 っていうフォロワーさんがいるんですけど私は2021年必ず1万突破いやもっといきたいな本当は2万とかいきたいんだけどとりあえず1万フォローを目指していますのでぜひ皆さんホームタイのツイッターフォローしてくださいよろしくお願いしますイェーイ <laughs> はい <laughs> ということでねそうそうその今日の月8のためにツイッターで皆さんに質問をしたのでちょっとそれを あの読みたいと思いますね。えっ、ー、とねあの、私が質問したのは、えー、皆さんの初夢は何でしたかという質問をさせていただきました。ね、なんか初夢ってさ、何だったっけなんだっけナスと富士と鷹が出ればいいんだっけ <laughs> あ、違った違ったっけなんかありますよね。そののの関連のものが出ると あのすごく縁起がいいっていうのでもしかしたらこれは今スタッフさんがテロップになんか書いてくれてるかもしれない <laughs> カンペに <laughs> あれだよって教えてくれるかもしれない <laughs> よくねブースの向こうから何々だよって教えてくれたりするんですよねあ今書いてるのかな合ってるのかなナスナスと富士山とタカでしたっけ合ってんのかな合ってんのかな あ今書いててくださってますね <laughs> こんなにブースの人と話し合うあ一一士二鷹三ナスビすごい合ってない私イエーイ <laughs> はいっていうのがねあるっていうのを聞いてるんですけど皆さんの初夢は何でたのでしょうかと。 いう質問に対してね、お肌綺麗ですねっていう <laughs> あの答えが返ってきてありがとうございます。まあでもねそれ全然質問答えてないやないかって感じなんだけどでもねお肌を褒められるのは嬉しいです。このスタジオはねめっちゃめっちゃ照明綺麗なんですよ。だからあのすごく私女優ライト女優なんでライト好きなのでありがたいですねこのスタジオ大好きです。<laughs> はいもうえっとね他にはね初夢は泰ちゃんと結婚した夢って言ってます。本当かい 本当かいそれは本当に私と結婚したい夢を見たのかいでも私本当にわがままだから大変だよ <laughs>。すっごいわがままだし自分がかまってほしい時はかまってほしいけどほっといてほしい時はほっといてっていうしあの何かに集中したら本当にそのことだけしか頭にないからすごいタフな人じゃない。タフか すごく鈍感な人じゃないと多分無理だと思います。すごいね、繊細な人は多分ね、私と一緒にいたらね、あのー、心壊れちゃう <laughs>。と思います。でもね、見てくれたんだ、嬉しい。私と結婚した夢を見たそうですよ。ありがとうございます。えー、初夢は、タイさん、こんにちは。初夢は、仕事してる夢だったかな何か寝た気がしなかった記憶があります。 寝、えー、寝ててねねねちちゃゃんんととあんまり記憶に残ってる夢じゃないのかなじゃあ多分まだ初夢じゃないんじゃないもっとね鮮明に覚えてるものがあったら多分それを初夢にしようよはいリング上でかけるさんとミクさんがベルトを巻いている夢見たんだっておい,おい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 それは AWG のタックベルトいやいやいや巻くのはスパイスアップですから正夢にならないように 汗汗ってなってますね <laughs>。舞台イエスタでお疲れ様でした。そしてありがとうございます。えー、今後舞台でどの役、どのような役柄を演じたいですかいろんな質問が入ってますね。まず、えー、とリング上であのベルトを巻いてるのは正夢、ま、になりません。現実ではスパイスアップが巻きます。楽しみにしててください。まあでも、かけるとみくね、これビギニング所属の2人なんですけども、かけみくも。 今度のの日に準決勝をやるので,で相手がノキ k さんとアミちゃんアミちゃんもビギニング所属ですね素晴らしいですねビギニングはいあのー、まあどちらのねチームが上がってくるかはじゃ分からないんですけどもまあどっちのチームが上がってきても最終的にベルト初代を巻くのはスパイスアップなのででもすごく楽しみですどっちが上がってきてもすごく楽しみだなって思ってますねはい初夢どころか夢を見た覚えがないです熟睡できてる証拠かな わわらわら熟睡してますね <laughs> 素敵です素晴らしいですねそっか覚えてないんだえー、今年の初夢本当に笑えるプロレス好きすぎてプロレスも舞台もできる立派な箱が大阪にできるっていう夢を見たんですってすごいえでもすごくいいね私そういうの好きプロレスもできて舞台もできるっていう。 なんか大きな箱ねリングも設置を設定ね設営できて大きな舞台板も板もできるっていうのはすごくいいですねいいのこれもさ有名な年てほな、えー、ちなみに、えー、大阪に日曜日以外毎日プロレス工業ができる箱が1月28日から始まりますよすごいねあそれで見たんちゃうその夢 <laughs> ねでもいいねそういう夢は松面芽になってほしいな私もやっぱりリングも好きだし舞台も好きなのでいいですえー、タイさんとリングで戦ってる夢でしただって初夢もちろん僕はンパンにいられて KO 負けでした KO 何回タップアウトじゃないんかい <laughs> みんな面白い初夢見てますねそんなねさ私はね初夢何かなって思ったんですけどあのー すごい、あのー、嫌な夢でした <laughs> すごい嫌な夢で号泣しててで号泣してそのまんま号泣したまんま起きるっていう夢を見ましたはいなのでそれを初夢にっていうのがちょっと悲しいですよね <laughs> ギャン泣きしてました本当に普通に自分の泣いてる声で起きるぐらい。 のギャンししてましたね、はい、なったので,でもあの悲しい夢だったんですけども目覚めてあ現実じゃなくてよかったなって思いました <laughs> さっきの質問今後舞台でどのような役柄を演じたいですかっていう質問そうですねうんやっぱりねあの、まあ、この間はぶとんだ長寿役をやらせていただいたんですけども うん、やっぱりね日,その日常会話の舞台だったので家族を,をあの主体にしたやつであのこのねあのトリゴヤズリー FM さんの YouTube がありましてそちらにもアーカイブで流れてると思うんですけどそこにね出演している長谷部ゆうちゃんとか女優の長谷部ゆうちゃんとか脚本のブラジリアン・アンさん山田さんブラジリアン・山田さんとか。 もうゲストで呼ばせていただいている回があるので舞台のことちょっとね見たよとかいろいろ聞きたいなと思う人は是非そちらのアーカイブを見ていただけると嬉しいんですけどそのゆうちゃんとかその脚本あんさんですねいろんな脚本をされてるもう結構お忙しい素晴らしいあの脚本家さんの作品に出させていただいたんですけど日常を描いた中でまあでもすごいぶっ飛っんでたんですけど頂上役をやらせていただいてだからセリフがねなんかなんて言うんだろう 普段の家族の会話をぶわってめちゃめちゃ量多かったんですけどそういう会話の役をやらせていただいて結構やっぱ日常会話の役って、あのー、久しぶりだったんですよ。結構やっぱり2.5次元チックなものとかそういうものが多かったりとかキャラクターを演じるのとか何、あのー、て言うんですかねな何だろう3次元とか4次元にいるような。 世界架空の,あのものとかフィクションのものとかを演じることが多いのでだからリアルな感じを演じたのは久しぶりだったから面白かったですよね本当にすごく面白かったし、あのー、楽しいなっていう感じでした何でも、あのー、リアルなものを表現できるっていうところがすごく楽しかったなって思ってたのでやっぱりそういうものもやりたいなと思うし あとはね逆にあんましゃべらない役とかもやってみたいかななんか科目じゃないけど本当に喋らないけど大事な時にめっちゃめっちゃしゃべるというかなんかなんか結構コミュニケーション能力が高い役とかなんだろうガンガン回す役が多いので <laughs> まあ多分当てがけが多かったりキャスティングしていただける脚本 作家さんとかあのプロデューサーとか、あのー、エース家の人って自分のことを知ってオファーをしてくれるさるのでやっぱり、あのーまあ、口が結構達者な方なので <laughs> やっぱりそういう役に当てはめられることが多いんですけどそうじゃないのもやっぱり演じてみたいなと思いましたね。なんかかかすすごごくくマイナス思考だだっったたりりととクラそういういキャラクター すごい被害妄想の塊だったりとかそういうキャラクターをあんまり、あのー、役柄でいただくことがなくてうんなのでそういう自分とは全然違ったものっていうのはちょっとやってみたいなって思うし一回ねあの何、ー、て言うんですかね男の子役っていうか少年役っていうのをやらせていただいてミュージカルだったんですけどそれは。で あのちっちゃい男の子の役っていうのをやらせていただいた時すごく難しくてでもすごく勉強になったなと思うのでやっぱり性別が違うものとかそういうものっていうのはやっぱりわからないから格闘するしめちゃめちゃ悩むんですけど一個一個何て言うんでしょうねこういう何て言うのその役と向き合っていく。 ことをしていくとすごく楽しくて、やりがいがあるなっていうのを思い思ったので、やっぱそういう役をやってみたいなと思います。うん。そうですね。なんか極道のあの娘役をやった時はまあ、あんまりそのなんかイエーイっていうコミュニケーション能力が高い役ではなかったから、それもやっぱりちょっと斬新だなと思った。自分の中ではを。お 新しいと思いながら演じさせていただいたんですけどなんか「わちゃわちゃ!」っていう役も楽しいしやりたいし回したいんだけどなんかもうちょっと違う「ネクラとかもう全然喋らないとか「負」のオーラをまとってるとかそういうのをやってみたいなっていうのは思いますね。 もうそれ言うとさ普段が私すごくあのプラスのオーラなんですって言ってるみたいだよねそうなんですけど <laughs>、ね、でもそれをね演じてみたいなって思いましたよ思ってますはいあ今あの多分リアルタイムで見てくれてる人が結構コメントくれてますねあ,ーあのー 一藤二鷹三なすびとか教えてくれてますね。<laughs> みんな教えてくれてるじゃん。素晴らしい。ありがとう。はい。なんですね。素敵、素敵。ありがとうございます。はい。なのでね、私はちょっと初夢はあのギャン泣きしたちょっと悲しい夢だったので、それは初夢と言わず、えっ、ー、と、あの、なんだろうね。 なんなんかちょっと仮眠した時にあの見えてしまったあの全然違う夢夢ではないものというものにしておきましょうなのでまだ初夢は見てないので <laughs> 楽しみにしたいと思っておりますでももしかしたら見たのに忘れてるのかもしれないよねそういうのあるじゃんみんなもなんかさっきもねあの熟睡してたから覚えてないっていうのもあると思うんですけどやっぱりそういうの があると思う多分見てると思うんですよ夢はだけど多分忘れてる忘れてしまったということできっといい夢を見たんじゃないかなと思っております <laughs> はい嬉しいもう本当にねアホみたいなあのプラス思考なんですけどもでも2021年もねやっぱりあのー、ど,んど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 んプラスなものを引き寄せてなんせ私皆さんから歩くパワースポットと呼ばれておりますので <laughs> ほんまのところに来るとあのご利益ありますってと思いながらねあのみんなにこう,こうされるんじゃないかと思うしかもねあメキシコに遠征に行った時にあのな,なぜか知らないけどあの向こうの現地の子供たちに会うたびにこうされたの私なんだろうねすごい <laughs> なんか見えたのかな子供たちにはもう本当に子供たちの人みんな,なんかその写真がね あのあフォトブック私あの20え2019年の時にメキシコに単身で遠征に行かせていただいててあのプロレスの試合をさっきもねオープニング動画で流れたんですけどあの行かせていただいたんですねでその写真集が出てるんですよ「t i m メキシコっていうメキシコっていうのであの写真集を出させていただいていましてそこにもねあの オフショットとかでも乗ってたと思うんですけど子供たちにねめっちゃこうされてるの私っていうだからやっぱりねあ私は歩くパワースポットなのだと思うわ <laughs> 急に世界の子供もやっちゃうんだもん私見てこうやっていいことがあると思うんだろうね手を合わせるというねのがあると思うんですけどなのであのまだねあの去年の時とかまあ今年初めて でね、まだまだ本間のことはあまり知らないっていう方も多いと思いますのでぜひねあのー、私がねメキシコに行った単身メキシコに行ってアレナメヒコっていうもう1万7,0008,000千千人入る、あのー、すごいもうどでかいプロレス会場っていうのがあってそこで私はプロレスやることを夢見ててでそれで見事2019年にかなったんですけどもその試合の内容とかそういうものあと密着 取材をずっと受けてたので密着している涙ありとか笑ったりとか、まあ、誕生日を迎えたのでそのサプライズだったりとかそういうものとかを全部一個の DVD にまとめてその販売もしておりますで写真集も出ておりますのであのねつい最近本間をした人は多分そういうこと知らないと思うのでぜひそれもね手に入れてください。あのー、そちらも、ね、あのホーームページ今あの ダメなので、あの、私の方のリプとかに、あの。い あの問い合わせしてくださればあの地方にもあの私が責任持って持っていきますので大阪の人とかね知らないっていう人たちも多いと思いますのであのぜひあのメキシコの私の初の写真集も手に入れていただけたらすごいねめちゃめちゃ撮ってもらってる密着取材ずっと最初から空港から最後の空港まで本当にありがたいことにスタッフさんに密着さ,れさせて,していただいていますので。 あの試合前のすごく緊張してる、まあ、控え室まではさすがに無理だったんですけどあの会場に向かうタクシーのところのね風景とかも全部撮ってるので今もねその DVD 見るとすごく手に汗握る。 のとかあるのでまだね見てないよとかないあそういえば知らなかったっていう方はぜひ私にリプや dm をくださいあの地方でも持ってきますあの今ねちょっとホームページが <laughs> 物販がちょっとできない状態なのであの通販できない状態なのでぜひ私の方に問い合わせしていただければ嬉しいですもちろん関東の会場にもねあの前もって言ってくだされば自分持って行きますので会場にぜひ 一番最初だと1月23日の他団体さんなんですけどアイスリボンさんという団体のところであのラケンホールに参戦しますのでそこでも持っていきますしあとその日はなんとタイトルマッチなのではいもしかしたら AWG のねタッグチャンピオンになる前に他団体のチャンピオンデルトを巻いて来週とかここで来週はまだか。 あ、違う,違う違う違う、来週もそうだよね今週末だからもしかしたらいやもしかしてじゃないぜひ私のベルト姿でこの月八ができるように23日頑張りたいと思いますのでよろしくお願いね急に宣伝もしちゃったねありますので頑張りたいと思いますはいいろんなこと喋ってる間にさいろんなことが頭の中でバババ,バってなるからあれも伝えたいこれも伝えたいってなっちゃうから大変だよね話がもう <laughs>。 止まりまままりせんんっででも1回ちょっと飲みます飲んでみみすすうん美味しいはいなのであのー、そうね写真集もありますし歩くパワースポットのほんま皆さん手を合わせに来ていただけたら <laughs> いいなと思っておりますうんなんかねあの邪気払いっていうものを 私あの勝手にやらせていただいておりましてそういうのとかもやってるからもしかしたら歩くパワースポットっていうものがどん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 浸透していってるのかもしれないですあのー、私の物販はあのー、歩くパワースポットと言われてますので皆さん是非お立ち寄りください <laughs> はいということですねまあねすごいもうあっちゅう間にどんどん時間過ぎちゃう喋りたいことがたくさんありすぎるからはいまあでもその みんなのね初夢に本場イがちょこちょこ出てきていただけたいただけた私が出演させていただいておりますので是非皆さん出演料出演料の方をよろしくお願いします <laughs>。出演料の方もねあのー、こちらまで <laughs> 何も出てないけどこちらまでこちらまでこちらまで,らまで <laughs> 出演料よろしくお願いします。はいということでね。 あのまあこれからもね初夢に関わらず皆さんの夢に本間太えが出ていけたらいいなと思うしやっぱ実際にね夢じゃなくてあの生で会いに来て、ね、生の声を聞かせてくれたら一番いいなと思っておりますので皆さん会場やら舞台やらイベントやらで会えるのを楽しみにしています。今ののところねあのー 年内のスケジュール的には会場で会うことがたくさんあると思いますので会場でお待ちしております。よろしくお願いします。ということで、えー、まあ主に今はね、あのー、舞台が一本終わったので、あのー、お仕事的には、まあ、レスラーとしての本番なんですけどもただ2月7日にですねもう一度もう一本舞台でもこれ、ね、1日限りなんですよだからプレ公演。 舞台のプレ公演っていって、アクトリングというものがありましてねあ、ありがとうございます。こちらですね、アクトリング、これ、えー、去年も違うチーム、えーと、かぐやチームという和のチームがありまして、そちらの舞台に私も本間隊として出演させていただいたんですけども、今回、こちらのね、宇宙海賊の方ですね。 もうシェルオルってすごく言いづらくない <laughs> まあでもねさすが舞台だなっていう感じなんですけどもねこちらアクトリングのこの宇宙海賊セルオルの,あのプレ公演となっておりますでこちらがですねえっ、ー、と女優さんはもちろんあのいるんですけどアクトレスガールズもアクトレスガールズとして出るっていう出演していることはありますねなのでまあ今回 マリさんアクトリスガールズのこちらカラーズの所属なんですけどもマリさんっていうあのー、所属の選手がいるんですけどもこのマリさんが、えー、今度は女優として出るですねなので坂本麻里となってますね。あのー 女優の坂本さんであの出演するっていうことですねでこちら麻里さんの横にあのコーキーとか色バーって並んでるんですけどこちらがあの女優さん達ですまあふだんダンスをユニットやられてる方とかあとアクロバットやってる方とかいろいろ女優のお仕事芸能のお仕事をやっている方々がいまして。 そちらの人たちとあとは下に本間妙から関口かける青の三区では林歩美長谷川よし子桜井舞っていうあと富山さんですねもいらっしゃいますけどこうあのレフリーもされている女優もされているというそのキャストでお送りするんですけども私は今回も前回のかぐや,あのかぐやと一緒で本間妙は本間妙として出ます。はい なので、でも、ちゃんとセリフもあるし、ちゃんと台本もあるので、あのー、ほんまたえ生で出れるかって言ったらそうでもないんですけど、ちゃんとシナリオに沿った中でやらせていただくということで、こちらがですね、2月7日、日曜日、こち新宿フェイスとなっております。いつものね、新規部じゃないんですよ。新宿フェイスになっておりますので、はい、こちら、カウンター席、なんと、ソールドアウト ありがとうございますありがとうございますでね各席もあのー、やっぱり見やすい席ですねリングジ結構シン新宿フェイスってどの場所でもすごく見やすいんですけどもあの今回はあのー、舞台なのであのもちろんプロレスを取り入れた舞台なので試合シーン っていうものものああるありますなんですが戦うシーンっていうものはあるんですがもちろんあのセリフだったりとかあと音楽が急になったりとかパフォーマンスが始まったりとかいろんなものがありますのでどこから見ようが360度のリングを使って舞台をさせていただくっていうことなのでどこからでもあのまた違った景色が見えるっていう面白いところもありますのでただやはりリングサイド。 舞台上に近い席から売れていっておりますので良いお席はお早めに皆さんご予約いただけると嬉しいです。こちらですね、あのアクトレスガールズの出演する子はもちろんあとキャストさんですね、女優さんの方からもチケット予約できておりますのであの随時受け付けておるということなので、まあ、皆さん、ね、舞台ってどんなもんやと思うと思うんですけどもこの間の去年の家具屋の あのプレ公演がすごく評判がよろしくてですねすごく、あのー、みんな面白かったというふうにすごだから次も楽しみにしてるという,いうことなのでまだね、あのー、プロレスはちょっとっていう人も ぜひこちらのねアクトリングのプ,ロプレ公演ならば、あのーまあ、お芝居全部決まっていますあの脚本家もいて演出家もいてセリフも全部決まって、あのー、音楽とかも全部みんな緻密に稽古をして、あのー、本番に挑んでいくたった1回きりのプレ公演なのでねぜひ皆さん見に来てくれたら嬉しいです舞台ってね何日かにわたってやるんですけどもこのアクトリングのプレは1回 しかないまあ鍵屋の時もそうなんですけどもしかないので初めてのね宇宙海賊シェルオールというものがどういうものなのかぜひぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います私もねすごく楽しみです台本読みながらね笑ったりしてましたやっぱ面白いですねはいなので、ね、こちらねアクトリングの公式ツイッターもございます アクトリングはアクトリングで公式ツイッターがありますの、ね、でそちらには今ねアクトリングに向けて他のチームもめちゃめちゃ練習頑張ってるんですねその模様とかの動画がアップされたりあと今この宇宙海賊のセリオールの,あのマリさんを出頭にあの今一番近い本番の子たちが毎日のように練習している動画だったり意気込みだったりあとなんだろう得点だったりキャラクターのデザインとか全部その公式の ツイッターにアップされてますのでそちらを見ていただけるとますます楽しみになっていただけるんじゃないかなと思いますのでそちらもチェックしてくださいもちろんあの本間タイにあのチケット予約もできますのでリブだったりとか DM であの撮ってくださいっていう連絡をしていただければチケット予約私が責任を持ってさせていただけますので見に来てくれると嬉しいですあーどんなねまた新しい景色が見えるのか楽しみなんですけども でもあのー、すっごい頑張ってるのであのみんなを応援していただけたら嬉しいなと思います。なんかね、あのー、2月7話でねちょっと時間もあるからなんかこの宇宙海賊のシェルオールの女優さんをちょっとゲストに呼んでなんかこの舞台のことはもちろんだけどその子たちがどんな活動をしてるのかっていうのもちょっと自分自身が聞きたいのでちょっとゲストに呼ぼうかなっていうのも。あのー 勝勝手に <laughs> 勝手にに考えておりますイ <laughs> イエーイね嬉しいよよね本当にすすごいいんんですよみんないろんなね、ま、芸能やってるっていうのもあると思うんですけどいろんな活動されてるのでなんかねそれ以外のお仕事でもつながれたら是非、うん、私もキャスティングお願いしますと思いながら <laughs> ねやりたいなと思ってますので,で皆さん是非「ぜひアクトリング」のプレ公演2月7日よろしくお願いしますありがとうございます。 はいえー、ということでね、えー、久しぶりのスタジオで興奮状態であっという間にもう時間ですよ。早い。<laughs> 早い早い。えー、来週もね、あのー、生放送、元気にお送りしたいと思っております。まあ、今ね、ちょっとやっぱり世の中がね、いろんな動きをしていて。 大変なな状況なんですけども私はエンターテインメントをお仕事にさせていただいておりますのでエンターテインメントってねやっぱり人の心を豊かにする元気にする明日の活力を与えていくっていうものを私はモットーとしてやらせていただいていますのでやっぱりねこの月8、あのー、生放送でも、あのー、画面越しですけど皆さんにエネルギーをバン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 飛ばして。 月曜日週の頭ですねからあの今週1週間頑張っていけるようなエネルギーを届けていけたらいいなと思っておりますので2021年も月8毎週月曜日20時から夜8時からだから月8ですよ皆さん覚えてくださいねあのお送りしていきたいと思います、えー、番組の番組だって <laughs> 生放送の感想などはあのぜひハッシュタグ カタカナで月8と、あのー、ツイートしていただけると私毎回エゴさしてますので <laughs>、あのー、探して、あのー、いいね押したりとかこんな企画やってほしいとかあのそういうのとかも受け付けてそれを採用するかは分かりませんが <laughs> 見てますので是非感想などもたくさんたくさん見ていただけると嬉しいですということでありがとうございますイエーイ ということで、あっという間の50分間だったんですけど、本日の月八はこれでおしまいとしまーす。では、まず1月23日のタイトルマッチ、しっかりと勝って、来週の月八はベルトを巻いた、ここにベルトを持ってきて、皆さんの目の前に現れたいと思っていますので、来週の月八も楽しみにしててくださーい。それでは、イエーイすごいいっぱい拍手くれるじゃん。 ありがとうございます。ということで、今日はありがとうございました。では来週、またね。バイバーイ。イエイエイエイイエイイイイ。